ナイロン製ピラミッド型ティーバッグティーバッグは紅茶の刃か抽出物を含む小さな袋である。紅茶を抽出した後に茶こしを使うことなくお茶を飲むことができるようになっている。なお、ティーパックやティーバッグという故障は誤り。レシートなどは TB と記載されることもある。紅茶から出されたティーバッグ円形のティーバッグティーバッグをきこれらは 簡弁に茶を入れるために利用されているもので、合成繊維などからなる布ないし不織布の袋に茶の葉が封入されており、これを熱湯に浸したりに出したりして利用する。紅茶の葉が入っているものが一般に多く流通しているが、口述するように紅茶以外の製品も見られる。英国やアメリカ合衆国、日本、ヨーロッパなどでは一杯ずつ抽出できるものが一般的であるが、 カナダではティーポットに入れて使う大柄なティーバッグが主流である。日本では紅茶だけでなく緑茶など他の茶のティーバッグも存在するほか、ヨーロッパでは果物やハーブティなど多様なティーバッグが存在する。近年では中国茶もティーバッグで販売されているものもあり、多様である。またこのほか、出来合いのものだけではなく、消費者が任意の内容物を入れて、 使うための不織布の袋も見られ、この使い捨ての製品は、大判のものでは出汁を取るためにも利用される。ティーバッグは1908年に、コーヒー貿易商であるトーマス・サリバンによって偶然に、発明されたというのが定説となっている。商品サンプルの紅茶の葉を絹の袋に詰めて、小売業者に送ったところ、そういう商品だと、 勘違いされて、その袋のままお湯につけて、紅茶を煮出してしまったのである。それが、ティーバッグの始まり。やがて、ティーバッグの素材は露シに変わり、1920年代には、ティーバッグは広くアメリカ合衆国で販売されている。1950年代からイギリスでも販売された、ものの最初のうちは、人気がなく1963年には3%ほどの、 シェアにとどまっていたが、時代とともに徐々に浸透していき、2001年現在では、英国で消費される紅茶の90%は、ティーバッグを使って作られている。日本では1965年頃より10年ほど、かけて普及するようになった。最初は、麦茶のティーバッグという形であった。なお、この時の麦茶のティーバッグは2013年現在も、 同じ形態で販売されている。適切に製造されたティーバッグは、お茶の葉が遊泳する適度な空間があり、美味しい紅茶を抽出することができる。しかし、雑多な種類から適当に混ぜられた、小さな硬い葉が入れられている場合、タンニンが多く抽出されてしまい渋い紅茶になってしまう。従来のティーバッグは四角、もしくは角張った形である。しかし、 最近では、丸みの帯びたものや、いわゆるテトラパック型のティーバッグが売り出されている。ありがとうございます。